欧州議会は8日、来年の北京冬季オリンピックをボイコットし、リンゴ日報の配管に関する中国共産党と香港の政府関係者を制裁するよう、欧州連合に求める決議を可決しました。自由時報は、欧州議会が賛成578票、反対29票、棄権73票で、北京冬季五輪のボイコットと中国、香港の高官への制裁に関する決議を可決したと報じました。 欧州議会の声明では、香港の民主派メディア、リンゴ日報の廃刊は、中共による香港社会の自由の廃止に向けた一歩であり、香港の報道自由に打撃を与えるものであると述べました。同決議は、EU 加盟国に対し、香港の林鄭月賀行政長官、迪尺化司法長官をはじめとする香港と中国の政府関係者への制裁を呼びかけるとと,ともに、国家安全維持法に基づいて、 逮捕されたたメディア関係者などの釈放を求めました決議はまた、中共による香港、新疆ウイグル自治区、チベット、内モンゴル自治区などの残虐な人権侵害を挙げ、中国側の人権問題が改善されるまで、北京冬季五輪式典への招待をボイコットし、代表者の派遣を拒否することを EU に呼びかけました。